アレッシオ・ロマ・ニオリは、イタリア、ラツヨ州ローマ県アンツヨ出身のサッカー選手。セリエ AAC ミラン所属。イタリア代表。ポジションは DF。地元のクラブである AS ローマのユースで育ち、ズデネク・ゼーマンに見込まれ17歳にして2012から13シーズンからトップチームに合流した。2012年12月11日のコッパイタリア。 アタランタ BC 戦に先発出場し、トップチームデビュー。同年12月22日の AC ミラン戦では、終了間際に途中出場し、セリエ A 初出場を記録した。セリエ A では、初の先発出場となった2013年3月3日のジェノア CFC 戦では、フランチェスコトッティのコーナーキックから、決勝点となるセリエ A 初得点を挙げた。 2014年9月1日、UC サンプドリアへ、レンタル移籍。2015年8月11日、サンプドリアで指導を受けていた死に者ミハイロビチが、監督に就任したエシーミランへ移籍した。契約期間は5年間で、移籍金は2500万ユーロ。背番号はかつて、アレッサンドロネスタが付けていた13番。2018年6月5日、 ミランとの契約を2022年まで延長した。2018年8月より、ユベントス FC へ復帰したレオナルド・ボネッチの後を継ぎ、ミランの首相に就任した。U-16、U-17、U-19、U-21 のイタリア代表に選出され、レギュラーとして出場している。2016年10月6日の 2018FIFA ワールドカップ。 ヨーロッパ予選スペイン戦に先発出場し、A 代表デビューを果たした。A スローマのユース育ちであるものの、AC ミラン遺跡後には、ローマのライバルである SS ラツィオのファンであることを明かしている。国際 A マッチ9試合例得点。ありがとうございます。